6六2年に、秋国の戦国大名、毛利氏が、岩見国の岩見銀山を守る要衝である、山吹城付近の甲路坂にて、天腰に大敗を喫した戦いである。岩見銀山をめぐる攻防の焦点となった山吹城、工事2年に、諏王国、長門国へ進行した毛利元就は、同時期に、次男の吉川元春らを岩見に進め、山吹城の佐氏が長信を服属させることで、 岩見銀山を支配下に置いた。対する、天子春久は同年もしくは、永六元年に、忍原で、毛利軍と戦い、毛利方に属する、子戸高家を撃破して、山吹城と岩見銀山を奪取した。天子氏は、道場に、本城城港を置いて、銀山の守りを固めた。また、岩見の有力豪族小笠原氏の当主である、小笠原長尾は、天子氏と結んで、 毛利氏に抵抗しており、岩見攻略の大きな障害となっていた。永六元年、元成は再び、岩見銀山を奪取すべく吉川元春、小早川高景を引き連れて、小笠原氏の居城である、温東城へと進行した。長尾は、天子家臣田護神高氏を通じて、救援を要請し、天子も援軍を送ったが、同年または、 翌 a 6二年の8月に降伏した。詳細は、川本温東城温東城の戦いを参照。これにより元成は、岩見銀山周囲にある天子方の諸城を攻撃し始めた。a 6二年9月には、毛利軍に服属した小笠原長浦を先鋒とする岩見銀山攻略軍は、山吹城の正面にある千の山にジを置いた。 毛利軍は一万四千人に及ぶ軍勢を率いていたとも言われるが、山吹城を守る上皇の抵抗は激しかった。長い遠征の影響もあったのか、元成は山吹城の落城が容易ではないことを悟った。また、この頃に部全国の毛利市拠点である、文字城を大友義重が攻め始めたこともあり、元成は退却を決意する。毛利軍は、 高路坂を降りながら、湯の津方面へと撤退し始めたが、この撤退中に、天子軍の追撃を受けた。それまで動きを見せていなかった上皇を率いる、山吹城守備兵や他城守備兵が合力して一気に、追撃すると、坂を下っている途中だった毛利軍は思わぬ攻撃に、驚き、敗走を余儀なくされた。この敗走は、元なりも命から柄に逃げるという混乱状態に、 陥ったと言われる。高路坂はかつて、大内義高の出雲遠征失敗時にも毛利軍の撤退ルートとなっており、家臣の渡辺道理ら7期が元なりの身代わりになったと伝わるが、このエピソードは、高路坂の戦いでの出来事とする説もある。上皇の巧みな軍略により、毛利軍を撤退させることに成功し、天子川は10月には、大田より出雲へと春久が帰還した。 これにより、岩見銀山防衛という戦略面での勝利を収めた。一方、岩見銀山攻略に失敗した元成は、北九州の大友氏、山陰の天子氏との両面に敵を抱えることとなった。さらには、毛利氏に従属していた岩見黒人の福屋高金も、半家を翻して天子方につくなど、元成は、春久の存命中に、岩見銀山を奪回することは叶なわなかった。 最終的に元成が民山を手中に収めたのは、春久の休死後に、天子義久と雲芸和儀を結び、福屋高金の居城を落とし、さらに山吹城の上皇を長略によって老絡した、永六五年となる。ありがとうございます。